はい、皆さんこんにちは、あずまです。 AI と遊ぼう、エアーズラボを始めていきます。今日も東京の天気は雨ですね。こう雨が続くとどんよりした気分になってしまいますね。早く、晴れ間が見えるようになってほしいものです。コロナ明けにはどこか遠くの街へ行ってみたいものだと思っています。はい、それでは今回の内容ですけれど、スタンド FM の方にレターが寄せられましたので、それについてお答えしていきたいと思います。それでは読み上げますね。いつもユーデミでお世話になっているものです。こちらこそ受講いただきありがとうございます。誹謗中傷があったとのことですが、 AI の作成者の意図しない入力をネットワークに対して見るというのはとても大切だと思っています。特に今回のガンのような生成モデルでは何が出力されるかワクワクしますよね、といったお便りをいただきました。これは以前に配信した内容に対してのご意見ですね。これは AI と遊ぼう37で、控え猫からおじさんを生み出す AI という回がありました。ここで AI を使って著者が、その AI の作者が意図しないような結果を出してみたということについてお話ししたわけですね。具体的には、機械猫の、画像をかなり荒くして、それをその AI に入力したところ、おじさんの画像が生成されてしまったというお話をしました。そしてそれに対して、誹謗中傷があったということもお話ししましたね。どんな誹謗中傷かと言いますと、そんな意図しない使い方をするなんて、その AI の作者の方に失礼だろうとか、本の作者であるにもかかわらず、そのような画像をシェアすることで、そのフォロワー数を稼いでるだけじゃないかみたいなことを言ってくる人がいたんですね。人によっては誹謗中傷かどうか微妙に思う方もいるかもしれないですけど、私はちょっとそういう言い方はないんじゃないかなと思いました。そしてこのレターを投稿してくれた方は、それに対して励ましの言葉を、くれたわけですね。その方は、何が出力されるのかワクワクしますよねといったご意見でした。私もそう思います。ある目的のために作られた AI であっても、その目的外の使目的の外で使ってみることで、結構意図しないような面白い結果が得られたりするんですよね。そういう結果を見ることで、さらにその AI に対する興味を持つ方も増えると思いますし、AI のことをより身近に感じてもらえる方も増えるのではないかと思っています。なので私自身はそれほど大きく間違ったことはしないと思ってはいるんですけど、それに対して不快感を覚えたのか、あるいは単に攻撃をしたかっただけなのかという人が、結構いたようです。難しいですね。何かをすれば、誹謗中傷に当たるってことは、避けられないのかもしれません。今回の、その AI の結果を画像として出力して、ツイートしたんですけど、何百万回か表示された、いわゆるバズった状態だったんですね。バズると、多くはないんですけど、そういう誹謗中傷が飛んでくるということは、やはり避けられないのかなと思います。私自身もうちょっと知名度を上げてブランド力を向上させたいと思っているんですけど、その行く先に誹謗中傷というものがあるのはどうしても避けられないですね。どうしても人を攻撃したくなるというのは人間の心が抱えているバグみたいなものなので、人間が完全な存在でない以上、そういったものが出てくるのは仕方ないことなのかなと思っています。どうしても人間って他者を攻撃することで他者に対して優位に立って、それに対して快感を覚えるような、そういう生き物なんですね。その方がそういう構造になっている以上、それを全てやめさせるというのは不可能ですので、それが有名になる以上、そういうことはある程度避けられない。もう有名になろうとする以上、そういうことに出会うのは避けられないものなのかと思っています。ただ、そういうものを避けようとして無難な発言ばかりしていてもつまらないですよね。私自身その AI の魅力をより多くの人に分かってもらいたいと思っていますので、そういった意味でもっと面白いコンテンツをどんどん発信していきたいと思います。ただ人によってはそれが攻撃対象に思えてしまうという方もいるかもしれないですね。
ただそういう人を気にして先に進めたいと進めないというのは避けたいところですので、ある程度覚悟の上で発言していきたいなと思っています。ただできれば、全ての人が、全ての人の心が打たれ強いとは限らないので、誹謗中傷というのはないに越したことがないんですけどね、構造としてはいじめと同じだと思ってるんですよ。いじめというのは、他者を攻撃することが楽しいから、他者を攻撃することが快感であるから発生するわけでして、それこそ先ほど説明したような人の心が持っている、欠陥、バグのようなものなんですね。そのようなものに対して、一つはと道徳的な社会全体として、道徳を共有するという対策もあると思いますし、時によってはある種の罰則みたいなものも必要なのかもしれないですね。ただ罰則というのは一個一個罰していったらキリがないですし、潜在的なと不満というのはたまったままですので、その他者の攻撃、他者に対する攻撃性、それをうまく何かでそらしてやる必要があるのかなと思っています。よく暴力的なゲームとかやり玉に上がりますよね。暴力的なゲームと犯罪の関連性などがよく指揮者によって語られたりしますけど、むしろ私は逆だと思っています。その暴力的なゲーム、暴力的なコミックなどを得ることによって、そういうのを経験することによって他者に対する攻撃性というのをうまくそらすことができるのではないかと思ってますね。人間の脳にある種の攻撃性がある以上、他者を攻撃した要求というそういうものが存在することは変わりありませんので、そういったものをうまくテクノロジーを使ってそらしてあげて、うまく消化してやるということが大事なのかなと思っています。なので、モラルも一応大事なんですけど、他者を攻撃しちゃいけないというモラルを持つことも大事なんですけれど、その攻撃性をうまく発散できるシステムというのも大事なのかなと思っています。そうですね、そのゲームもそうですけど、古来からあるスポーツなどもそうでしょうね。あるルールを決められた中で、その中で、ある意味他者を攻撃するというのがスポーツです。他者に攻撃しようとして、他者の不快なことをするのが、スポーツなんですけど、そういったことを通してある程度、攻撃性というものは解消できる、解放できるものなのではないかと思っています。今だとゲームの方がもっと手軽ですよね。暴力的なゲームというものはあるんですけど、それはあくまでバーチャルの世界のものと割り切ることで、その攻撃性の解放などにつなげることができるのではないかなと思っています。そうですね、そのいじめの問題などに関しても根本的な問題として人間の心が抱えている攻撃性というものを何とかしないといけないんですよね。それは抑えようとすればますます増幅してどこかで暴発してしまう可能性がありますので、それを解放してやる場というものを作るのが大事かなと思っています。そういう意味でゲームは大事だと思いますし、特に VR を使ったゲームなどはこれから有望になってくるんではないですかね。VR の世界で攻撃性というものをうまく解放することができれば、リアルな世界で他者に対してより優しい人格というものを作ることができるのではないかと思っています。人によってはそのリアルとバーチャルの区別がつかなくなることが問題だという人もいますよね。だけど私はそうは思いません。そうですね。確かにリアルとバーチャルの境界って曖昧になってるんですよね。バーチャルで買い物したものが実際のうちに届いたりしますし、バーチャルの世界での人のつながりが、リアルな世界の人のつながりに変わったりもします。ただそのバーチャルの世界で、の役割分担というのがあると思うんですよね。バーチャルの世界の役割分担をうまく設定することができれば、人間の心が抱える闇の部分をうまく解消するということもできるかなと思います。そのバーチャルとリアルの線引きというのはあるんですけど、そのバーチャルの世界をどのような役で持たせるのか、それをうまく考えていって設計してやってさえすれば、古来人類が抱えてきた暴力性の問題というのをある程度抑え込むことができるのではないかなと思っています。最近 AI に関する AI の人格が問題になったりしますよね。
AI だったらいくらいじめてもいいのか、そういう意見を持つ人もいます。どうなんでしょうね。確かに AI に人間性があるとすれば、それに対する暴力というのは不快感を覚える方が多いかなと思います。なので、まあ、暴力性を発揮するにしても、人格を持たないような対象に対して、まあ、バーチャルの世界で発揮するということが大事なのかなと思ってますね。そのあたりの線引きとかは、これから、たくさんの人が議論をしていかなければならない、そういった対象かなと思っています。誹謗中傷に関しても、まあ、今回のお話自体、誹謗中傷に関するお話だったんですけど、ネット上に、まあ、いわゆる王様の耳はロバの耳的な場所があれば、ある程度解消できるんじゃないかなと思うんですよね。うまくその他者に対する攻撃性、言葉による攻撃性をうまく解消できるような、そういう場所を、人為的に作ってやる。そして、攻撃性をそこで解消してやるということが、できれば、僕は今のところ、まあ、そういう解決法が一つの、まあ、ベストな解決方法かなと思っています。はい、今回は、視聴者の皆さんから寄せられた、レターをもとに、誹謗中傷についてお話ししました。あくまで僕のご意見ですので、皆さんからのご意見もぜひ聞かせていただければと思っています。今回のお話を面白いと思った方、YouTube で聞いている方は、ぜひチャンネル登録や高評価の方をお願いします。また、スタンド FM で聞いている方は、いいねやフォローの方ぜひお願いします。皆さんからのご意見やご質問の方お待ちしております。それではまたお会いしましょう。